アフマドシャー・マスードは、アフガニスタンの政治家。本名アフマドシャー。アフガニスタンイスラム国国防大臣、軍司令官、アフガニスタン旧国、民族イスラム統一戦線副大統領、国防大臣、軍司令官を歴任。死後、アフガニスタン国家英雄の称号を追贈された。パンジシール渓谷、ジュンガラック村の王国陸軍大佐ドオストムハンマドの三男として生まれる。 フランス語で教育が行われたカーブルの貴族校と中学校理性エステクラールで学んだ。1972年、カーブル工業大学工学部建築学科に進学すると同時にイスラム青年運動に参加するが、1973年からのソビエト連邦によるアフガニスタンの衛生国家によりイスラームの抑圧が行われ、学業を断念し帰郷 1974年、クーデター失敗後、新政権側の弾圧を恐れて移住したパキスタンで、ブルハーヌッティン・ラッパーニーがイスラム主義を掲げる、政党、ジャマーティ・イスラーミーを設立するとそのメンバーとなり、以後も一貫してラッパーニー派として活動する。同志名マスードを名乗るのは、この頃からである。1975年、帰国して、パンジシール渓谷に、本拠地を築き、 1979年のソビエト連邦のアフガニスタン侵攻後は、反ソ連軍ゲリラの司令官となり、ソ連軍にしばしば大きな打撃を与えた。ソ連軍の大規模攻撃をも撃退し、パンジシールの死士と呼ばれた。1988年7月、マスードはソ連軍捕虜を自発的に解放し、ソ連軍の撤退を妨害しないことを約束した。 このことはマスードに対するソ連側の心証を良くし、後にロシアが北部同盟を支援する動機ともなった。1992年にムジャーヒディン勢力がシュトカーブルを占領し、ラッパーニー政権が誕生すると、その下で国防省政府軍司令官を務めた。その後、ラッパーニー政権が崩壊し、タリバーンが勢力を拡大すると、 タリバーンに対抗する勢力が結集した北部同盟の副大統領、軍総司令官、国防相となった。タリバーンがアフガニスタンを支配すると、北部同盟の勢力圏はアフガニスタン、北部山岳地帯に限られたが、領土としてはアフガニスタンの約10%、人口としては30%程度を掌握していた。 マスードの墓その後北部同盟の中枢人物として活躍したが2001年9月9日自爆テロによって暗殺された。なお2001年9月9日はアメリカ同時多発テロ事件の2日前であり日本国内でも9月11日朝の時点で暗殺死亡説が報道された。暗殺者はアラブ系の二人でモロッコ出身のベルギー人とされたが 後に、旅券は盗まれたものであることが判明。北部同盟の主要メンバーを狙って、ジャーナリストを装っていたとされる。実際の攻撃は、暗殺者の一人が持っていたビデオカメラやベルト、いずれかに隠していた爆弾を爆発させたものとみられる。9月13日まで死亡説は公には否定され続けていたが、おそらく攻撃から30分以内に死んだと推測されている。 暗殺者の一人は爆発によって死亡し、カズトは逃亡中に射殺された。フランスの情報機関ドグスが2003年10月16日に明らかにしたところによると、マスード暗殺に使われたカメラは2000年12月、フランスのグルノーブルでクリスマスのショーウィンドウを撮影中の写真ジャーナリストのジーン、ピエール・ヴィンセンデットから盗まれたもの。FBI とドグスは カメラの製造番号を追跡し、同一のカメラであることを確認したとされる。遺体は、故郷ジュンガラック村を望む丘に埋葬された。アフガニスタン暫定政権発足式典では、壇上に大きな遺影が掲げられた。暗殺の直前に、ジャーナリストのセバスチャン・ユンガーから取材を受けており、これが最後の記録となっている。マスードの墓近辺に飾られる、肖像型ジ人。ク 家族は妻と一男四女。弟のアフマドジアマスードは北部同盟の外交官を務め、2004年12月7日、ハーミド・カルザイ政権の副大統領に就任した。英語、フランス語を使用。後期やイスラムの教えに厳格だったが、その人柄と軍事的才能から北部同盟の兵士たちには強い信頼を得ていた。インタビューではアフガニスタンでの戦乱を平和的な。 会話によって解決し、民主的な政権が誕生することを望む発言をしている。1996年のタリバーンによる首都カーブル包囲の際には、これ以上首都や民衆に被害を及ぼすわけにはいかないとして撤退している。大の読書家で好きな作家はビクトル・ユーゴであり、また、反共主義者にもかかわらず、毛沢東の作品から多くを学んだと公言している。 1997年時には、寝る間もおしみ読書に時間を割いていたため、1日の睡眠時間はおよそ2時間程度だった。1996年のタルバーンの構成により、事前に首都から撤退したが、その際マっー度は約3000冊の蔵書を持ち出している。持ち出した蔵書は、実家のゲストハウスの廊下に山のように積み上げられていた。 その読書に対する執着ぶりは、夜間、発電機が止まり、あたりが暗くなっても胸からペンライトを取り出し何事もなかったかのように読書を続けるほどであったという。1992年頃、日本の月刊誌、文芸春秋にも、行軍の合間に読書に勤しむ、司令官の写真が掲載されたことがある。AB 長倉博美の死神四つぶれでは、 1952年とされている。アフガニスタンの英雄最後の有志、ナショナルジオグラフィックチャンネル、アマードシャーマスード、デイリーテレグラフ、2016年9月27日閲覧。長倉博美、僕が見てきた戦争と平和バジリコ社 ISBN9 兆7848億6238万371。ありがとうございます。